はい、私です。今回は、秋田県秋田市の、なんていうんですかね、免許センター方面なんか、かつてか割山から、矢橋方面まで、ドライブした時の動画を、まとめてみようかなと思います。で、今回なんでまたこの辺を撮ってみたかっていうと、まあ、たまたまここを走ったというのもあるんですが、この先のルートがですね、なんか橋の建て替え工事ですかね、をしていて、いやどうせならこの建て替えてる最中の、動画をちょっと、YouTube 上に残しといて、建て替えが終わったらなのか、っていうか建て替えなのか2車線かなのかがちょっとわからないんですけど、まあ、それが終わったらまた別途、見に行って、あ、こんなに違ったんだなっていうのを個人的に、確認しようかなみたいな感じで撮って、なんていうんですか、動画をまとめてみようかなと、はい、思ってます。で、この辺りからですね、その、橋の、建て替えなんですかね、この、右手奥に見えるこの白い、なんていうんですか、橋の方が、古い橋で、これがまあ新しい橋になるのか、はい、2車線化するのかはちょっと、その古い橋を、利用して2車線化なのかはちょっと分かりません、調べていません。はい、でもまあこの辺りはだんだん、なんていうんですか、道がちょっと古そうな感じだったんで、まあ新しくなってよかったんじゃないかなと、はい、思います。で、ここ、なんていうんですか、この交差点が、いわゆる、国道、7号線になるんですかね。7号線じゃないですね。13号線ですね。この左右に、伸びてるのが、13号線の、国道になります。で、ここをちょっと、なんていうんですかね、こうかわしいというかこの中の方に、進んでい、くと、なんていうんですか、このまま、なんていうんですか、イメージとしては市役所方面に向かうんですけど、あ、ちなみにこの右手が確か、おそらく、はい、ちょっと、刑務所になってるんじゃなかったかなと思います。はい。こんな感じです。で、まあ、ここちょっと進んでいくとですね、なんていうか、この左奥とか、この森というわけじゃない、確か神社かなんかあるかなと思うんですけど、この辺はですね、私ちなみに、この右手奥の、いわゆる極南っていうとこですかね、の、その、麻雀をやるところがあって、そこで麻雀をやって、ある時1時間ぐらい空き時間があってですね、この辺を、めちゃめちゃ散歩した時があってはい。で、この辺りは本当に、なんかいろんなのがあるっていうんですかね、なんか何なんですかね、この辺の都会感っていうんですか、なんか個人的には本当に、秋田県とは思えない感が個人的には結構好きです。あと、この右手もなんか新しい建物ちょっと建ててるっぽくて、この辺はもう本当に県庁と、あと市役所、県庁、あとは裁判所も含めてですかね、はい、いろんな、ものが、ある場所で、本当に秋田市の中心中の中心っていうんですかね、秋田駅といわゆる山王界隈のこの辺の、中心的な秋田市の本当に、はい、ど真ん中感がある、場所になってるかと思います。あと、なんだ、ホテルとかも、この辺は結構ありますし、そうですね、まあ、いろんなのが本当にこの辺にはあるなっていう感じがします。で、ここから三車線道路に、なるんですけども、秋田市で三車線道路なのもここと、この先の山王の、大きい、関東通りっていうんですかね、あの通りだけなんじゃないかなと思います。あ、そうですね、あの、一方通行の場所以外ではっていうことですね。はい。で、あ、そうですね、この辺の、右手、奥とか、なんだ、県庁になるんじゃなかったかなと思います。そうですよね、確か夏というかゴールデンウィークちょっと前ぐらいに一回県庁のなんかで確か、あれなんだ、資格のなんか申請をした記憶がありますね。はい、この辺で、はい、あとこの左手が、いわゆる家庭裁判所っていうんですかね、本名は何なんだろう、本名は何なんですかね、簡易裁判所になるんですかね、地方裁判所か簡易裁判所になるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じです。で、この右手奥の方が、秋田市役所
って感じですかね。でまあこの辺りはよく、その昔夜勤中にこの辺のラーメン屋さんにですね、夜の12時とかにそうですね、ラーメンを食べに来たり、した記憶もありますね。であと最近ではまあ行くことはないんですけど、その山王の、ここのこの辺もうちょっと行ったところの右手が、右手の、まあ、飲み屋さん街でちょいちょい、お酒を飲みに行ったり、してました。最近は本当にちょっとあんまり来れてないので、はい、ちょっと残念な感じです。で、今回はちょっとその山の方面、山の方面ちょっと別途今度行ってみようかと思います。はい、でここ左手に曲がっていわゆる、まあ、この辺ももうヤバセっていう感じかなとは思うんですけども、はい、今回はちょっとこの左手の方、いわゆるあの何です、大きいあの CNA アリーナっていう名前でいいんですかね。はい、そっち方面、CNA アリーナ、まあいいですよね秋田市立体育館っていうんですか、はい、方面までちょっと、今回は走ってみました。はい、こんな感じです。でまあこの辺はまあ、最近私が、仕事で、この辺に来るようになったので、チラチラ、なんていうんですかね、来るようになったからこの道とかも知ってるだけであって、昔はもうこの辺はもう全然分かんなかったですね。この交差点を左手に曲がって、すぐのところをこう右に曲がってこうなんていうんですか、山田電機の裏側とか、いわゆる臨海丸半の、裏手とか、ニューヨークの裏とかに行く道は、昔はあんまこんなとこあったんかいっていうぐらいちょっと、はい、あんまり分かってなかったですけど、今なら、はい、すごく分かってますよ。はい、あとこの右手にいわゆる外旭川に行くルートも今は2年ぐらい前に、全面開通したんで、ああそうですね、その辺りも2年以上前の地理しかわからない人もいるかなと思うので、ちょっと別途、どんな道になったか動画を撮ってみようかなと、はい、思います。こんな感じです。で、この辺りが、いわゆるヤバセのこの、ガソリンスタンドの奥方面ですかね、こうヤバセのパブリっていうところになるんですけど、はい、ここのラーメン屋さんには、もう本当にお世話になっております。はい、そうですね、最近ちょっとジム通いをちょっと始めたもので、そうですね、筋肉をつける的な意味でもたまにラーメンを、はい、今も食べているところです。はい、こんな感じです。であとここは、あ、そうですね、ちょっと、はい、そんな鑑別所的なところもありますが、はい、この見えてきましたこの左手の市立体育館ですか、これはもう昔いつ建ったかはちょっとわからないんですが、建ってからもうだいぶ秋田市の顔みたいなイメージに 今でも私はそう思っております。はい、こんな感じです。以上です。ご視聴ありがとうございました。